はいどうも、翔平 TV です。本日は女子プロ野球2019秋季リーグ in 川口市営球場ということで観戦してきました。今回は試合前の選手にいろいろとお話を聞いてきました。だいぶリラックスした選手のトークをご覧ください。お疲れ様です。待ってる。はい、どうも、翔平 TV です。やばいやマスターしてるじゃないですか。はい、どうも、翔平 TV です。お疲れ様です。どうも、翔平 TV です。やばい。チャンネル登録お願いします。こちらです。と、ここで磯崎選手が突然聞き覚えのある言葉を。ほら、光って大事。これ光関係ないんじゃないですか。あ、関係あるの。光絶対ある、ほら。関係あるわ。ほら、光っていうのは関係あって。関係ある。光ってわかります？意味わかります？本当だ。そう、光って大事で。すごい。そう。俺が言った言葉や。はい。光ってすごい大事で。大事で。ちょっと明るくなる。なる。めっちゃ明るいこれほら。っていう感じです。ほら、クソフだらけやな。あら、スズとか言います。あ、今心配じゃない。最年少だけど、態度は最年長です。態度は最年長。私は最年少、態度は最年長。そんなことしていいと思ってるの。ダメですよ、ゆうきさん。あげます。だってゆかりさん一緒ですよ。一緒に最年少鶴選手がどんな選手か聞いてみました。お、こちらには秋季リーグ5割打者の三山選手もいらっしゃいました。心臓に毛が生えてるらしいです。マジっすか。強心の持ち主。最強っすね。最近めっちゃいじめられるんです。そっちな。いじめてる。逆です。逆なんなら昨日とかも昨日タピオカ行ってきて、普通のタピオカを飲みに行きたいって言って一緒に行ったら、帰って連絡いつもちゃんとくれるんで、ありがとうございます。いいよみたいな、ありがとうみたいな感じでしたそしたら、いいのか、いや自分が連れて行ったんでって、なんかもっとついてきてもらったんでって言ったわけじゃないですか。自分が連れて行って違うんですよ、言葉のチョイスと間違えたんです。どういう意味だと思って。あ、理解力ない感じ。いや、だから違う。と語彙力がないので違うんです。だから、これは絶対言葉間違えたなと思ってわざとその文章もう一回送りました。あ、なるほど。あ、間違えました、ついてきてもらったでした。怖いですよね。先輩、いや、ほんと怖いんですよ。どっちが怖い。ついにタメ語使うぐらいの。あ、使ってない。あるよ、もう。今まで全然使ったことなくて、ちょいちょい使いますよ。あ、そうなの。見ちゃう。でも憧れても憧れてるからね。憧れてる背中はね、超えるべき背中なんで。憧れてると思えないぐらいの上感半端ない。もうあれだ、それぐらいの中なんだよ。心許して。びっくり。ちょっと腕組んじゃいない。違う、なんならちょっと聞いてください。私のこれ実約。何なんかこうやってやってた。なんかテーブルに1個で線を置いてた。はい。コーチと話をしてたら、こうやってずっと聞いてて。これ、鶴選手。これ、私、鶴選手。磯崎選手。こうやって。この手何みたいなって言われました。違うんですよ。ツッコミがうまいですね、だいぶ。こうやってやっちゃった。あ、こうやってやっちゃった。両手じゃなかった。こんな感じでしたけど。ほら。これ認めないんですよ。仲良しやった。認めないんですよ。仲良しなんですよ。シャツ。自分にも OK。これすぐね。お揃いで。一緒のものがいいんで。お揃いでね。あ、OK。お願いします。大丈夫ですか、光。いや、大丈夫です。もうちょい上がいいです。あ、いい感じです。基本こうですね。写真じゃないです。動画です。またいつか。全然。お願いします。全然。またいつか。OK。
いい感じです。はい、はい、逆にこれだったらでもそう抜けない、抜けなかった、もうほんと指先ぐらいな感じでこう持って、ボールがちっちゃい、ボールがちっちゃい、ボールがちっちゃい、おいボールがちっちゃく見える、失礼だよね、ボールちっちゃく見えました、あんたもかい、ボールがなんかちっちゃく見えちゃう、あんたもかい、あんたもかい、本当に怖い、ある意味怖いある意味怖い、本当に磯崎選手、鶴選手、泉選手、貴重なお時間に楽しいエピソード本当にありがとうございました。そして試合前、試合途中の模様をご覧ください。これ映しても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。いいですか？TV っていうの、はい、あ、昨日フォローいただいてよろしくお願いします。スライダーがすごいし、そうですよね、肘とか大丈夫なんですか、スライダー投げて、はい、怪我とか今まで痛くならない、なんないですか、いや、それはすごいです、肘は去年ちょっとだけ脇腹、あ、脇腹やったんですよ、それで400いきました、三振、いや、すげえ、すげえ、何の変化球で三振取ってるんですか、スライダーですか、400中、まあ、なんすかね、あ、でもスライダーが多いかもしれない、スライダーが多いですか、最近は結構まっすぐでも空振り取れるようになってて、あ、最後のうちのあ、出なきゃ最後のバッターだったし、はいはいはい、ここしかないと思って、あ、経験は豊富だと思う、そうですよ、いろんな引き出し絶対持ってますもんね、投球術みたいな、結局カッとなってこう力勝負みたいな、あ、力勝負、はい、私応援してます、ありがとうございます、本当頑張ってください、はい、こんな感じで今回はご紹介いたしました。女子プロ野球の魅力、少しは伝わりましたでしょうか。ぜひとも一度足を運んでみてはいかがでしょうか。本日のご視聴ありがとうございました。女子プロ野球2019秋季リーグ全33試合関東で開催、日程はご覧の通りとなります。皆さんで女子プロ野球を応援しましょう。詳細は動画概要欄の女子プロ野球ホームページにてチェックの方をよろしくお願いいたします。そして次の告知、こちらのサイン色紙を3枚いただきました。ありがとうございます。3名様にプレゼントしたいと思います。応募条件はですね、共演 TV のチャンネル登録、そして熱い熱いサインが欲しいコメントをぜひともよろしくお願いいたします。当選者にお名前を聞きまして、磯崎選手、ここに当選者のお名前を書いていただきます。大丈夫ですか、はい、いいですか、はい、ぜひともよろしくお願いします。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。
また見てね。